はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、デッキ紹介やっていきたいと思います。まあ、カメラのアングルちょっと、高さ上げました、前回よりね。なのでちょっと見えやすくなってるのかなと思います。はい、多分見切れてないと願いたい。で、今回紹介していくのが、青緑のデッキになってます。4月の制限改正で、アトライアハイドラと、古代都市ですね、ここが、はい、減ったんでとか制限になったんで、まあ、デッキに1枚しか入れられなくなりました。で、多分あれからデッキ紹介してないと思うんで、はい、制限からね、2月ぐらいかな、経ってるんですけども、デッキ紹介やっていきたいと思います。まず、はい、カードの枚数、まあ、言いながらですね、やっていきましょう。まずアルティメットリーフシードラが3枚です。前回2枚だったんだけど、3枚に増えました。まあ増えましたね。増えた理由が、まあとりあえずカードデッキのパワーを上げたかったっていうので、まあ3枚に増えてます。で、そして、スピリットが、カタノゾア と、ハスターク、ここが2枚ずつ、新しく増えてます。古代都市、前はね、古代都市、3枚で、囲碁スピリットを出して、まあ、とにかく軽い囲碁スピリットを出して、古代都市でコアブスト、そしてダブルシンボルになったところを、あいつ、ダブルシンボルがね、アタックするとフラッシュが使えないってやつがいたんで、あいつの効果でね、ダブルシンボルの囲碁スピリットで、まあ、相手のライフを減らしていくっていうデッキをメインに作ってたんですけれども、古代都市が1枚になったんで、まあ、それができなくなったっていうことで、今回はね、カタノゾアとハスタークがここ2枚ずつ入ってます。まあ、ハスタークもね、囲碁スピリット と、ラッシュを持つスピリットがダブルシンボルになるんで、多分古代都市とほぼほぼ同じような感じで、はい、使っていけるかなっていうので2枚入ってますね。カタノゾアの方は、相手のソウルコアが、はい、フィールドとリザーブにあると、まあ、リフレッシュステップでトラッシュからコアが返ってこないっていう、はい、効果持ちなんで、まあ、青緑の天敵であるね、あの陰陽嵐、はい、あいつの、うん、あいつがいると多分カタノゾアで、トラッシュからコアが返ってこないと、はい、相手の選択肢を迫るような感じになります。なので、2枚入ってます。で、このカードダブルシンボルなんで、これの召喚用に新しく、ギアゼルですね、ブレイブ6コスの4軽減、はい、緑2個と青2個の4軽減なんで2コストで召喚できます。で、出た時効果で、手札にあるダブルシンボルのね、スピリットカード1枚をコストを支払わずに召喚できるっていうカードなんですけども、ギアゼルの効果で、序盤からハスタークとか、カタノゾア召喚していけるように、2枚入ってます。で、他のスピリットが、はい、よくあるやつで、アビスシャーク3で、ビアーキーが3で、ホーネッツ3で、カニコング3で、ウバタマンガ2、アトライハイドラが1、はい、こんな感じで。で、診断から、シマクマですね、3コス2軽減シマクマ、はい、新しく入ってます。自分の手札が3枚以下の時に、このスピリットは相手の効果で破壊されないっていう効果と、自分の、お互いのエンドステップレベル1、2ですね、お互いのエンドステップ、お互い手札が3枚以下になるように相手自分の順番で捨てますっていう効果ですね。うん、まあ、手札制限をかけられます。診断のね、レスバーストの X も、はい、同じような感じで、あっちは確か、発動タイミングが制限されてない、手札が 4枚以下になるように捨てるっていう、4枚以下かな、はい、捨てるような感じだったんですけども、シマクマですね、こっちの方がコストが軽いんでっていうので入ってます。まあ、よいね、コストが軽いんで、まあ、メインステップで召喚して、ビアーキーの他で、まあ、3コスト破壊したり、ラッシュ緑でね、コアブストとかもできます。で、シマクマが入ってるんで、ハスタークのね、アタック時効果、お互いのアタックステップの効果ですね、アタックステップの効果で、手札を1枚捨てないと相手はね、囲碁スピリットをブロックできないっていう効果を与えるんで、まあ、ハスタークの、まあ、サポートっていう意味で2枚入ってます。で、ブレイブが前から入っているネクサス破壊のグラウンギラスが2枚と、ギアゼルですね、これが2枚で、マジックが、ストロングドロー3のマントラドローが3、まあ、ここは、まあ、ストロングドロー3、6枚耐性って考えてます。で、他に、爽撃ブレイズ、はい、が2枚入ってます。
4コスト2軽減で相手のコスト4以下のアルティメットとスピリット、はい、2体破壊できますっていうマジックですね。で、ネクサスが古代都市が1と、診断の、巨岩の森が3枚、はい、巨岩の森3枚ですね。お互いトラッシュの、利用はできなくなるっていう効果 と、レベル2の時にね、自分のエンドステップに、まあ、2ドロー、そして3枚以下になるように捨てるっていう効果があるんですけど、まあ、とりあえず2ドロー、はい、できる、まあ、手札がなくならないっていうところに、はい、重きを置いてます。まあ、手札3枚以下になるように捨てるっていうのはね、しまくまで同じような感じになるんで、うん、ここはあんまりデメリットではないかなと、はい、そういうふうに思ってます。うん、まあこんな感じかな、最近の青緑は僕の、うん、ということで今回は青緑のデッキ紹介でした。